この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。This video has multi-language subtitle. Please turn the subtitle on. はい、早速ですがこちらを見てください。これは今回僕が着彩したイラストです。割といい感じに濡れたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、いかがでしょうか。皆さん色塗りって得意ですか。色塗り結構ね、苦手な方も多いんじゃないでしょうか。でも大丈夫、今回の動画はそんな色塗りが苦手な方のための動画です。今から紹介する手順で塗っていけば誰でもいい感じに色塗りができてしまうからです。そのやり方先に紹介しておくとこんな感じですね。ベタ塗り1影 1.5 影ハイライト反射光凹凸の陰影陰影の強調テクスチャグラデーションマップってね、まあ最初にこれ聞いちゃうとちょっと工程が多いですよね。なのでうってね尻込みしちゃう方多いかもしれませんが、これはですね逆です。色塗りって本来このぐらい工程を分けないとなかなかうまくはいかないものなんですが、色塗りがうまくいかない人ってこれを同時にしてしまおうとするからぐちゃぐちゃになって途中で混乱してうまくいかなくなってしまうんですよ。でもご安心を、これからお伝えする手順と注意点を踏まえて色を塗っていけさえすれば誰でもいい感じの着彩ができちゃいます。今回はですねそんなセンスに頼らずに色がいい感じに塗れてしまう見栄えのする色の付け方講座完全版をやっていきたいと思います。色塗りが苦手な方ほど必見ですからね、ぜひ最後までお付き合いください。線画、こちらは今回使用する線画です。この線画は僕のピクシブファンボックスから無料でダウンロードできます。線画を描くのがちょっと自信ないなという方はですね、この線画を塗ってみても大丈夫。ぜひ皆さんも一緒にチャレンジしてみてくださいね。それと塗ってみた絵については SNS に自由に投稿しても大丈夫です。あ、ただ商用利用は除きますので、ノートやファンボックスに公開する場合にはこのイラストを載せる時には無料公開にしてください。その上でしたら転載 OK、アレンジも自由ですし僕の許可もいりません。ぜひご自身でどんどんチャレンジしてみてくださいね。ベタ塗り、まずは下塗りとして色面ごとにベタ塗りをしていきましょう。色塗りごとにレイヤーを分けてあげると後で肌色だけ選択したいなんていう時にもマスキングとして使いますのでおすすめです。最初はね陰影とか特に意識しなくても大丈夫なのでパパッと手早く塗っていきましょう。ポイントとしては線画の下まで塗ることでしょうか。そのままバケツツールで塗るとこんな風に線の下までは塗れません。なのでまずは自由選択ツールで色面を選択、その後で色面の拡張、そして塗りつぶし、そうすることで線の下まで隙間なく塗ることができます。ただこれをやっていても隙間ができてしまって背景が透けてしまうことはどうしてもあるので、もっと綺麗に塗りたいという時にはですね下地を作ってしまいましょう。やり方は簡単です。塗りの一番下に1枚レイヤーを追加します。そしたら線画の外側を自由選択で選択して、選択範囲を 1,2 ピクセルぐらい拡張します。そしたら選択範囲を反転します。これで線画の内側が全て選択された状態ですね。そこで塗りつぶし、これでですね塗りの下地ができました。こうすることで少なくともこの線画の内側は背景が透けてしまうことは防げますね。1影、次に1影を塗っていきましょう。1影の塗り方はいろいろあります。さっき塗ったベタ塗りに直接塗っていくという方法がオーソドックスではあるんですが、今回はより簡単で手間の少ない方法をご紹介します。まずさっき塗った色レイヤー、そして線画レイヤーをすべてコピーします。そしたらそれをすべて統合してください。その統合されたレイヤーをコマンドプラスクリックするとキャラクターの形の選択範囲が作られました。そしたら新規レイヤーセットを作り、このボタンを押してレイヤーセットに対してレイヤーマスクを適用します。そうするとこのレイヤーセットの中に作ったレイヤーはキャラクターにしか描画できない状態になりました。これを使ってキャラクターの中の陰影を描いていきます。まずは1影です。1影というレイヤーを作り、レイヤーモードを上山にしましょう。そしたら影色は何でもいいですが、ここではオーソドックスに少し赤みがかったグレーを選択します。そしたらこんな風に肌や髪の毛関係なくキャラクター全てに対して影を落としていってください。コツとしてはまずはじめは大きな影を塗っていくことです。小さな影を最初に塗っていくと立体感がなかなか
か出せなかったりして、ダイナミックさに欠けるような絵になってしまいますので、初めは大きな影を塗る、その後で小さな影を塗る、このことを意識してくださいね。はい、こんな感じですね。で、塗り終わった後でもしかしたらこう思う人もいるかもしれません。肌色の影だけ明るくしたい、そんな時はですね、さっきベタ塗りした肌色のレイヤーがありますよね、それをコマンドプラスクリックで選択範囲を取ります。そしたら1影のレイヤーを選びながらコマンドプラス U で色調整です。このスライダーをいじりながらお好みの色に調整しましょう。今使っているのはフォトショップですが、クリスタでも同じような色調整ができるはずです。髪や目、他のパーツについても同様に色調整できますね。 1.5 影。さて、次の工程は僕が 1.5 影と呼んでいる工程です。 1.5 影のやり方は簡単です。先ほどの1影レイヤーの上にもう1枚定山レイヤーを追加して名前を 1.5 影としてください。そしたら今回は明るい青紫色を選んで、こんな風に影を重ねていきます。コツとしては1影よりも少し内側にずらしてみることです。こうすることによってアニメ塗りっぽいのにどことなく柔らかみを足すことができて、シンプルなのに奥行きがある表現ができるからですね。ポイントとしてはいわゆる2影のようにあまり積極的に色面を増やしていかないことですね。こんな風に色面をどんどん増やしていくやり方もあるんですが、これをするとね、ちょっと絵柄がくどくなっていきがちですので、まあ部分部分に立体感を強調したい場合には例外があってもいいとは思いますが、あえて色面は積極的には増やしてはいきません。それと 1.5 影の役割はイラスト全体に統一感を持たせるという役割も持っています。さっきの1影では肌色はより明るくというような調整を行いましたが、 1.5 影はですね、基本的には全体に同じ色調で統一します。そうすることでキャラクター全体に対して統一感を持たせることができるからです。ハイライト、次はハイライトですね。ハイライトについても基本的には一つのレイヤーにまとめて大丈夫です。ハイライトというレイヤーを作ってレイヤーモードをハードライトにしましょう。色はあまり明るい色を選んでしまうと白飛びしてしまいますので、暗めのグレーを選択しつつハイライトを書き入れていきます。ハイライトを入れるべき部分は大きなところで言うとまずは髪の毛ですね。髪の毛にハイライトを入れることでこれだけですごく目を引くイラストにすることができます。その他ハイライトを入れるポイントとしては硬いものです。張りがあるものやツヤツヤしたもの、そういうものに質感を追加していくのがハイライトの役目です。そういう意味では髪の毛もそうですね。硬くて張りのあるものにハイライトを入れることで逆にハイライトが入っていない部分は柔らかいんだよ、そういう表現も同時にできますので、硬さ柔らかさという観点でハイライトを入れていき質感を書き分けていきましょう。反射光、次は反射光です。反射光の入れ方は新規レイヤーを作り名前を反射光にします。そしたらレイヤーモードをソフトライトにしましょう。ハイライトと反射光で違うところは光源です。ハイライトは上から差し込む光なのに対して反射光は下から反射してくる光です。なので基本的にはキャラクターの影になっている部分の下から持ち上げるように反射光を描いていきましょう。色の強さはそこまで強くなくてもいいです。あくまでうっすら描いていきます。ここでポイントになるのは色選びです。反射光の色はですね、背景を意識しながら反射光の色を選ぶとただのキャライラストではなく背景まで感じさせる絵としての存在感を追加することができちゃいます。例えば今はバックの色が白ですが、反射光の色を緑にすると、あ、この場所ってもしかしたら自然豊かな緑の中なのかもという連想をさせられますし、青にすれば、あ、水辺に佇んでいるのかなというような連想をさせることもできます。実際にそういった背景がついている場合にはなおさら効果的だと思います。反射光はそういった絵を背景に馴染ませる効果がありますので、色選びの時には意識してみてくださいね。はい、まだ途中なんですけどね、いろいろと覚えることが多くて大変だなって思った人も多いかもしれませんが、ですがそれは違います。色って聞くとね、色が苦手な人はついつい、いやいや俺は色が苦手なんだよ、俺にはセンスがないからさと考えがちです。でもね、色にセンスってそこまで必要ないんですよ。なぜなら僕もですね、今でこそ斉藤さんのイラスト色が綺麗ですねとかね言われることあるんですが、もともとはすごく苦手でした。なんなら色センスなしぞっていうあだ名をつけられてたぐらいです。ですがいいですか、色塗りはですね別に特別なセンスは必要ありません。じゃあ何なのか、色塗りはですねある程度の知識と手順です。色塗りが苦手な人、色を塗るとひっちゃかめっちゃかになっちゃう人ってどういう人か
かというと、もう最初からすごい色を塗ってやろうと力んでしまって、グラデーションをかけたりね、タッチをつけたりしながら、いろいろなことを同時にしてしまう人なんですよ。でもね、それではうまくいきません。なぜなら色塗りは手順が重要だからです。逆に言えば今回の手順を覚えてしまえば、色塗りはですね、もう楽勝です。色が苦手っていう人だってセンスに頼ることなくいい感じに色が塗れちゃうんですよ。ぜひね、色がうまくいかないんだよっていう人にこそこの動画は役に立つと思いますので、お役立ていただければ嬉しいです。続きやっていきましょう。凹凸の陰影、さあここまででも十分なのですが、ここからはね、さらに完成度を高めていくための方法をお伝えしていきます。レイヤーを2枚追加して、1枚目はデコ、2枚目はボコという名前にします。デコはレイヤーモードハードライト、ボコはレイヤーモード定山です。ここに今度はボケ足の強いブラシを使ってうっすらとした陰影を追加していきます。ここでやることは、1影やハイライトの工程では拾えなかった細やかな凹凸を追加していくことです。肌の丸みだったり、髪の毛の流れ、筋肉の隆起だったり、手の骨張った感じなど、ここはもう少し表現したいという立体感を強調していく工程になります。デコのレイヤーでは明るく持ち上げて膨らんだ形を強調し、ボコのレイヤーでは暗く落としてへこんだ形を強調します。ポイントとしてはあまりやりすぎないことですね。1影と 1.5 影ですでに全体の色のバランスが取れていますので、この工程ではあくまで先ほどつけた陰影よりは弱めにすることを意識して繊細に行ってください。この工程は味付け程度、そう意識すると良い感じの仕上がりになるはずです。陰影の強調、そしたらここで陰影の最後の仕上げ、グラデーションを追加します。またレイヤーを2枚追加しましょう。1枚目は影グラデ、もう1枚は光グラデという名前にして、影グラデを定山モードに、光グラデをオーバーレイモードにします。そしたら光源に近い部分を光グラデでこんな風に明るく持ち上げて、光源から遠い部分を影グラデレイヤーを使ってこんな風に沈ませます。影と光のグラデーションをかけるイメージですね。こうすることでさらに立体感を強調した存在感のあるイラストに仕上げることができちゃいます。陰影の強さはあくまで好みですが、ここでもあまり派手につける必要はありません。先ほどのベースを壊さない程度と意識するとちょうど良い塩梅になると思います。テクスチャ、さて残り2工程となりました。ここはもうおまけのようなものではあるんですが、仕上がりの印象をグッと高められる工程ですので覚えておいて損はないと思います。何をやるかというと、テクスチャの追加ですね。テクスチャの追加によってイラストの密度を上げることができます。テクスチャの追加方法はいろいろあって、例えばこんな画用紙のテクスチャなんかでも良いでしょうし、こんなひび割れのテクスチャなんかでも良いでしょう。こういうテクスチャはフリー素材で検索すればたくさん出てきますので検索してみてください。そしたらこの画像を一旦こんな風にグレーの定山レイヤーを重ねてグレー調にしていきましょう。そしてレイヤーモードをソフトライトに変更します。そしたらこのレイヤーをキャラクターの上に重ねると、ほらキャラクターイラストに対して質感を持たせることができちゃいました。好みにもよりますが、こうすることでイラストとしての完成度をさらに高めることができちゃいますね。グラデーションマップ、そして最後のダメ押しです。グラデーションマップでイラストの統一感を高めるやり方ですね。グラデーションマップって何っていう人はですね、この動画で詳しく説明していますので、後でこちらを見ていただければ詳細がわかると思います。まずはグラデーションマップのレイヤーを追加します。そしたら好みのグラデーションマップを適用してください。グラデーションマップのプリセット持ってないよっていう人はですね、先ほどの動画内で紹介したグラデーションマップのプリセットを概要欄に置いておきましたので、そちらをご利用ください。そしたらこのグラデーションマップのレイヤーモードをソフトライトにして透明度を下げていきましょう。そうするとほら、うっすらとグラデーションマップが適用されて全体的に統一感が取れたおしゃれな印象に変化しました。不透明度を上げてグラデーションマップが強く反映されれば統一感重視、逆に不透明度を下げれば元々の色味を生かしたナチュラル感を重視した仕上がりにすることができます。ぜひ試してみてくださいね。いかがだったでしょうか。こうやって作業工程ごとにシンプルな手順に分けて考えてみると、意外とあ、
これなら自分にもできそうって思った人多いんじゃないでしょうか。その通り、大丈夫、絶対にできます。あ、ただですね、ちょっと今日紹介した手順は丁寧に工程を分解して説明した分、手順はね少し多いですから、一度に飲み込むには少し難しいかもしれません。ぜひですね、一度ご自分で試してみて、あれちょっとうまくいかないなっていう部分があったらですね、またこちらの動画を繰り返し視聴してみてくださいね。あ、ここ忘れてた、意識できてなかったっていう部分がその時改めて再発見できると思います。それと以前紹介したこちらの動画もおすすめです。完全解説、作業工程を丸々すれば絵は確実に完成する。絵をなかなか完成させられない人でもこの手順を意識すれば確実に絵を完成させられるようになる、そんな方法を解説した動画です。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。